おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もゴーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はギブアウェイウィナーの日になりますので、抽選動画をおまけでついてます。先頭動画の後ろの方にありますので、エントリーしてくれた方、最後までお付き合いください。今回のプレゼント商品は、新しいドローン、チェンテン。これを3名の方にプレゼント。そういう企画になってますので、よろしくお願いいたします。で、今日は、ちょっと長丁場になりますね。3戦ばかり見ていこうかなと思ってます。昨日かな、アトソー君の、動画配信の中で、私が参加していた、分隊戦、野良で組んだ分隊戦のね、映像がちょっと、配信されてましたけれど、まあ、あの試合も楽しかったんですけど、あの試合とは別の試合をね、今回ね3試合ばかりチョイスをしましたね。まあ、サンジのパパさんから、誘われてですね、まあ、たまたまなんですけど、普段は私動画撮ってるので、なかなかね分隊誘われてもね参加できない状態で、まあ、お断りしてたりするんですけど、昨日たまたまね鶴見の配信にちょっと出ようかなと思って、まあ、時間作ってたところにちょっと誘われたんで、まあちょっと久しぶりだったんで分隊に行こうかなと思って、まあ、その参加したらさ、まあ、お遊びつもりだったんだけど、いや強いのだなってさ、分隊組んだやつが人たちがね、もうみんな機体揃えてて、まあそれなりにって失礼だな、みんなもううまいので、いや本当にね、ガチの分隊ぐらいの強さありました。おちょこちにキュウリにビリビリ君、あとはダゴン、あとはオフィオン、まあその辺りで、まあ、大概の、まあ、ちょっとねビーコンランナーとしての、あえて、団子、スカイロスを入れてた人もいましたけれど、まあ、それもね効果的に生きてたりするので、敵のヘイト集めてさ、ビーコン維持するのにも生きてたりするので、まあ、使いどころもさみんな分かってるし、後ろでイモる人もいないし、前に出てもしっかり後ろがねついてきて支援してくれるので、戦いやすいしさ、安心感あって楽しいよやっぱり。このなんだろうな、分隊戦の楽しさってさ、まさに自分がこう持ってたところをこうかゆいところにこう支援、手をの差し伸べてくれるようなさ、サポートがあると非常に嬉しいよね。で、母艦もねミュートを持ってる人かなりいたので、まあ、いろんなところに効果的に落としてくれたので、やられそうな時に空から母艦が降ってきて助かったっていうのも数多くあって、まあ、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございますね、一緒に参加された方ね。で、試合は、1試合だけ負けたんですよ実は。でその1試合も今回見ていただこうと思ってます。負けた相手はね全なんですけど、全と我々とね期待差っていうのはねほとんどなかったと思う。まあちょっと全の方が揃ってた感はあるけれど、まあそれでもねほぼほぼ同じだと思うね、使い方次第だから。で負けた理由っていうのは単純に全の方が分隊の、その我々みたいに即席分隊じゃないので、彼らはね分隊慣れしてたんだよね、まあ、誰がどういう動きをするかよく分かってて、そこをカバーし合えるだけのその分隊力っていうのかな、そういうのがあったので、その差で大きく負けたっていう試合なので、これもあえてね、今回チョイスして見ていただこうと思ってます。いやぼやきながら戦ってますけれど、ここいとこうめえなってぼやいてますんで、そのあたりをね見ていただければと思いますね。でその他の2戦はもう圧勝でした。軍教と暴力海賊だったんですけど、まあ相手もね4人分隊でさ、フルではなかったっていうハンディはあったものの、こっちフルだからね、まあ仮にフルだったとしても負けない、絶対この、メンツだったらね負けないっていう自信があったね。それぐらい連携は取れてたと思う。でもう私はもうひたすらさ、自分の役割は、戦闘機ってバフばらまく役割だと思ってたので、この子使ってさ、このおちょこちのこの子を使ってもうバフばらまいてました。もう本当に足を止めればさ、その後からキュウリがやってきたら、キュウリのタレットでさやれるの分かってるからね。で私は先に出てって敵の足を止めて、自分はフェーズシフトでかわしていきながら、あとは後ろの支援を待つと。でまあ野良戦だったらさ、後ろ支援来ずにさみんな芋ってたりするけれど、今回のメンツは分かってるのでみんな前に出てくるしさ、楽しかったよ。そういうのをなんかね、安心感、後ろ振り返らずでも後ろついてきてくれてるのが分かってるだけでもね、もう楽しくてしょうがないねというような試合だったので、まあ、その辺りの楽しさもね、伝わればいいかなと思いますね。で私に今回の参戦チョイスしてますけれど、もう一戦追加で見たい人は、アトソさんの配信を下の概要欄のところに、貼っときますので、そちらもね参考に、見ていただければ、まあ、どんだけ楽しかったかっていうのは分かると思いますのでね、合わせて見てってください。それではいきます。よろしくどうぞ。
さあやっていくぞ、バトルボードはビコンラッシュだ。さあどこのマップとどの分隊と当たるか、ね、マップはここですね、キャニオンを引きました。初手はまあここはもうちょっとねロングレンジが必要なので、この射程の長い子でいきますね。いやもう早いねみんなもう躊躇なく真ん中行くよね。じゃあ俺はもういきなり向こう行くぞ。真ん中はもう任せて、俺はどっかこう戦闘を切りながらこっちでヘイトを買ってくる。あバッファーがいるね一人、あそこでバッフをばらまくやつ関係ねえから。そして俺はここで2機のヘイトを集めながらって集まってないね。俺の無視すれば俺は前上がるぜ。もういやでもこういうところがさ安心して前上がれるんだよ。ここでさ俺がヘイト買うじゃない、こうやって買えばさ周りがもう上のゲージ見てよ、もう4つのビーコン取ってんだぜこれこれでさこういう安心感なんだよ。別に負けていいのこれで。これでさ味方がグッとほらもう前押せてるじゃない。こういうところがさこの分隊の強いところなんだよね。全然もうね任せられるよ、もう無駄死にならなくてさ。敵と味方で味方でこうやって挟んでいけばしっかり抑えれるからね。関係ないから俺もバッファーでばらまいていくよ。よしよしよし。いやそしてさみんなミュート持ってんだよ。みんなじゃないにしてもさ結構な数のミュートさこの分隊持ってんのだからね。あっちこうやって敵がこうやって固まるでしょ。固まったりか味方がこうどっかにこう体張りに行くでしょ。そうするとさもう容赦なく味方のさミュート振ってくるからね、そこすげえ助かる。もうこうやってさ一人こうやって奮戦してるじゃない。もう みんなこうやって見てるから、こうやって奮戦してるところには必ずこうやって支援に上がってさ必ずボッチにしないとかさ。敵を見てこれキュウリとかいっぱいこう最新の機体でこうバッファーとかいっぱいいるんだぜ。これバッファーね、もうそれこういうの出てるもうだからもういいよ、この体張ってても全然 OK だから。よいしょ、いやいやこの負けてもいいさ、その間に味方は何とかしてくれるから。いやもうそのうち来るから、今見てて今そのうち来るから全然どこにいるか。ああもうこあれだね、あ来たねやっぱりありがとうありがとう、もう分かってる分かってるでちゃんとビーコンは守れていくじゃない。もう全然 OK だよやられても。あちゃんと後ろのさあれもあれだからね。よしよし俺もここで出したかな。でほら暴力とか軍教とかってこの広大なマップになって後ろでさニュートンでこうあれするでしょ、イモルじゃない、それをもう許さないんだよねこの多分分隊って。そういうとこ強いんだよこれ。こうみんな前上がれるから。あちょっと待って、なんでこの子こんな硬いよ。時々いるんだよなこのさ買ってさリンクする こんなに硬いのちょっと、ね、ガテンいかねえんだけど。この子あれだね、暴力じゃないね、かわいそうだな、ここに湧いたらちょっとかわいそうだ。硬いでしょ、あのリンクスです。なんでこれ。あの子ちょっとやばい。ここ着地やばいんだ。ちょっと下がらない。あのね、リスに湧いてる子が多分ね、あれなんだと思う。あえてさ、後ろにいるじゃん、ニュートンは。誘導の子がさリスチン湧いてんの、あの子がさちょっと気になってしょうがねえな。ワンチャン飛んでくると思うんだよ。あーやられた。あー狙ってたね、もう分かってたけど狙ってたね。まあこれしょうがないな。まあまあそれでもね、もう味方がさほら見てこれこのニュートン軍団のとこ突っ込んでってるでしょ。こういうところでさ違うんだよ、敵がさこう一箇所にね、こう、なんつうの？この兵の火力をね、集中できないの、もう敵が。だからね、圧勝なんだよ、こうやって押し込んでいけるの。おい、今度はここ俺がヘイト買うから。いや、俺粘るぞ、これ。悪いけど相当粘る。いや、そんな幼虫見てていいか。おひよん先にやるより、俺が先にやった方が、お絶対いいと思うぞ。強いからね。え、消えて君は死んでいく。大丈夫、あそこに出してるから、よし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 、大丈夫、全然もうタレットあるから、タレットでここはもうビーコンは全染めしていく余裕っしょこれ。
ジジイです。見てこれ、この強さすげえ安心感あるよこれもういやーね、分隊戦でもこうやってね、リカバリーできる人たちが集まるとやっぱ楽しいね。2位でした。ちょっとリザルト見ていこうか。見ての通りです。敵とバランスあれでしたけれど、まあというところで、一戦見ていただきました。じゃあ続いてもう一戦いきます。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビコンラッシュだ。さあ次はどこの分隊と当たるかね。いやこの分隊ね、きちんとね、ノラキックしてるところがいいね。さあどこと当たるよ。まあ初手はもうバッファー組んで出ていくぞ。このコロナをばらまいていくのが俺の役割だ。ああ軍強だね、いいねよしよし、軍強でも負ける気がしないぞ全然。いや早いな、ちょっともうちょっと様子を見るとさ、すぐこうやってさお出遅れちゃうのおこのなんかこう、このね、ちょっと誰ののだ、あーちょっとこの誰の団子か分かんないけど、このすげえ団子効いてんの、この子、このビリビリ君の団子、普通の団子じゃないからすごい強くてさ、敵のヘイトすげえ買ってくれてんの、この子。もう速攻で敵陣まで来るぞ。ああなんだ、いやもう私の代わりに今ヘイト買ってくれてるでしょ。全然もうミリってもさ、全然俺ここでしっかりと、ああなんだよ、いやちょっと飛ばされたね。まあ、いいだ、もうとにかくバッファーばらまいてきたら、ビーコンゲージはね、まだまだ取ったり取られなかったりすると思うんですけれど、まあまあ全然いいよ。ああなんだよ、もう俺が先頭切ってるかと思ったら俺のさらに前行くやつがいっぱいいて困るな目立たないぞシンシンさんかいや、そしてそこにボカン落として助けていくぞ。間に合うか、間に合いそうもないか、よし間に合っていく、 OK あれもういなくなった、敵がいなくなっていくの。あーなんか場所変えてしたね、ちょっと前上がりすぎたか。よしよしよし、じゃあ俺もここから。でもね、ミス地から離れちゃダメだよ。よいしょ、そんなの全然君、ああ何やられたな、ビリビリ君だ、ビリビリ君で、しかも君あれじゃなかったね、文教じゃなかったな今。さあそしてここはしっかりリスをしっかりキープしていくぞ。野良だとね、なかなかリスキープできないけどさ、味方が結構上がってるので、いやあの子ちょっとやらないってなるかな。頼むぞ、あの子に注意、あの子の注意を引きに行くから、よしよし、もう許したから。よし、そして俺はここでこの母艦ゲージたまるの早いからさ、この張り付いたらもうこっち勝ちだからこれもよし、そして消えながら次のところに母艦落とすから、で後ろはしっかりと、ナイスだねその誘導、 OKOK、 そのエフェル強いよ。ちょっとやられちゃったけど、もうみんな分かってるからね、もうタイタンですらこの試合乗り捨てだと分かってるからさ、よし、あ大丈夫だ、うん、そんなそう簡単にやれると思うなよ、ルークごときでさ俺はやれないから。よし、そして味方来るから今よし、あ来たねあしかもオルカ持ちか、それ相当刺さるだろ。で盾がはげたところに俺のこのサブデュアラが刺さっていく。そして逃げていくから母艦を使うのをやめて、敵もういきなりリス狩りに入ったぞ。よし、そこに母艦を落としていく。よし、で俺が前上がった、俺にヘイト向くから、よし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 、そして後ろの誘導が刺さっていく、 OK この連携がねいいんだって。必ずさこうやってヘイト買ってくれる人が次から次に出てきて、そのヘイトにさちょっとこう敵がこう火力集中されちゃうと、これ後ろのやつがすごく生きてくるでしょ。でその間に俺から手が離れる、俺前上がるからさ、もうこのさ、いやもう敵そこ固まってたらそこボカン落とすからな俺。よし、そこでボカン落としていくぞ、ドーンとドーンといくぞ、なーしゃ、そして君たちみんな目つぶしになっていく。あ目つぶしになってないな誰か俺の前に目つぶししたやつがいるんですよいや圧倒的でしょこれ、
軍教だろうとなんか関係ないからね、もうこのメンツだったら。いやジジです。いやなんとなくさ、このみんなこう支援しながらさ、千鳥でこうあの前上がっていくので、すごい戦いやすいよ。さあリザルト見ていこう、うん、あこのチームは3位だったね。あとそうくんが1位で、ラジさんが2位でね、パパさん、あとシンシンさん、あと、ひまわりさん、皆さんナイスでした。敵はねちょっと4人でちょっと数足らないですけれど、まあそれでも圧勝しましたというところで、もう1試合だけ見ていこうかね。それじゃあ行きます、よろしくどうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあてっと、ずいぶん長いことやってるね。雪山を引きました。相手はどこですかね。ああもうね、雪山はこの子に決めてるので、まあね、あの広いマップはねやっぱりさ、バッファー先に出しちゃうと届かないんだよね。ああ善だね、善は強えぞ。ここまでねまだ一度も負けてないんだけどね、この分隊で。さすがに善はそうやすやすとは勝たせてくれねえからな。いやーちょっとなかなか前出れない。いやさすがだな、やっぱ善はさ中央の大事さ分かってるから。5人で前上がってんのか、ちょっとうちばらけちゃったな。逆にちょっと俺がこうやってこっちが入って足引っ張ってから、ね、敵のああなんか味方にもこっち来たね。あーこれだと中央持たないかもしれないね。ああやばい。いやーこれなかなか難しいね。あのまあこれはもうあれだけど、あーちゃんとあのリカバリー入ってくるというね、やっぱり1対2にはならないんだ。こういうところしっかりしてんだよな全体やっぱりね。あーしかもさ、あのいやうめえ、やっぱりあの全然私のところに攻撃向かないでしょ。まずね、あの確実に1機体ずつ潰していくっていうのが徹底されてんだよこれ。でもあのビーコン取れてないからさ、もう味方脇できないからね、まあ、あと私がどこだけこんだけここで時間稼げるかだけなんで、ここで2対1の時間をどれだけ長く稼げるかが俺この分隊戦の勝敗を決める。ああやっぱ強えなやっぱり。よしそこでボカン落として時間を稼いでいく。よしここで1機だけ潰したい、1機だけ潰しとけば。いやなかなか1機潰すのも辛いなこれ。あ1機潰すとすぐフェーズかけるのか、うめえなこの辺りで味方が入ってくるのかこれやっぱり。ああ来たね、ビリビリ君も来たね。いやそれでも味方を押されてんのか、やっぱ強えな全は。もう早めにこうちょっと出してさ、いやちょっといやいやっぱなかなかさ、スーッとこう溶けるようにやっぱ死なないんだね全強いから。機体がねやっぱりねしっかり揃ってる感じがするね。向こうもさ、ああやってさ早めにこうやってあの FL 出してくるでしょ。味方がさあの FL をさ、ニュートンフリューアトナースでさサクッとやれればさいいんだけど、ああうまいのはねあのさ、ほらほらああやってさ硬いやつが前に出てるの、ああやってあれね、あの竹がさなかなかあそこと後ろのやつに飛ばないんだよね。ほらああくそあこれで着地か、やばいやばい、こうすげえやられた。これなんだよねこのうまさ。あーしかもここで目つぶし食らうのか、うめえなおい。あのね硬いやつが前に上がるとさ竹がどうしてもそこにつくんだよ、後ろのやつになかなかつきづらいので、それもたもたしてる間にね時間与えて、あーうまい、あの今度さ左側からさサポートのさ FL 上がって、あのさ FL 下がっていくじゃない。うめえなやっぱりタイタンもこうやって千鳥で攻撃してくんのか、難しいよ。あの この戦い方された時にさどうやってやっていくかっていうと、やっぱりね硬いさ、味方にね竹が飛ばないようにするための、うまいな、ここ集中的に味方もやって、あの FL やってくれたの多分ね、今のねオフィオンとかがさガードに入ってるから強いんだけど、これ真ん中入れないんだよな、後ろのあの誘導入ってるから。しかもこの硬いやつがさこうやって浮いて
ここにヘイトがかかるの。ここにヘイトがかかっちゃうから、これね、こいつ無視、多分ね、こいつを無視して後ろのさ、あのフリガートナンスやりたいんだけど、あそこにさ竹が飛ばないんだよね、多分きっと。だからみんなここ、あーや火力強えな。いやーこれさ中入れねえぞ。いやー敵がね、あのこれもうばらけてんだよね。だからそこに集中しちゃうと、例えばこの中央線に集中しちゃうと、今左側に火力寄ってるでしょ。で俺がこうやって真ん中入ろうとするとさ、左側からこうやって来るじゃん。で俺これ張り付いてさ、普通ならこれで勝てんだけど、ああもうしっかりこうやってケアに入ってくるでしょ、こうやって。こういうとこなんだよな。いやこの中央取り返すのすげえ難しい、これ。いやこれもうちょっとここはちょっとやれるけど、敵もねこんなところで取りたいと思ってるわけじゃないんだよな。こうやって吹っ飛ばせばさ、もうあの後ろにあの誘導武器も積んでる子いるので、それがやってくれっからさ別にいいんだけど、問題はこの中央線だよ。中央が取れないんだよね、これ。上がれないの、近く寄れないの。これをさ、あこうやってさ、今ヘイト買ってくれてる子いるじゃん、これ。あラジさんか。よしよしよし。で俺がその間にさ前上がろうとするんだけど、横っちょからほらこう誘導来るしさ、後ろからさこうやって足止められるじゃん。でさらに後ろにさニュートンいるのか。もう完璧な布陣だね。だから中央をどうやって守るのが効率、一人が例えば中央に入ってるやつが、なんでこんなところにいるよ。こういうところにもうまいんだよな。こういうところでさ、味方の兵力が分散されてんの、これ。本当我々がやりたいんだけど、これやらされてるんだよな。で前上がってる子がどっちになってるんだよね、これ。この子絶対別にここ取れなくてもいいんだもん。いや完璧にやられてるよ、なすすべなしだね、うん、ここはやっぱりね、やっぱ分隊慣れしてるこのうまさを感じるよね。多分持ってる機体はねそんなに違わないと思って、よいしょ、そこボカン落としていく。だからこのボカン落としてさ、そのタイミングで上がってくれる子っていないし、後ろにさちゃんとあのダメ押しのフリューガートナースが一人後ろに構えてるので、そして俺ここ浮かされるのか、うめえし飛ばされるしそして俺は狙われていく。あやっぱ帰れないのかいや全損です。いやうまいこれはね、もう敵のこの分隊のうまさっていうのはもう確実に如実にこのスタートして出たね。というところで負けました。何戦したんだろう、10戦以上してるけど初めての敗北だね前は強かったですね。ということでリザルトは、そうこの試合ね、リザルトね見る前にさ、強かったねってねコメント出すためにさ戻っちゃったんだ。リザルト見れなかった、ごめん誰が一番活躍してどういうあれだったかわからないですけれど、まあ差がはっきり出たっていう試合だったので、なかなかね、勉強になるところいっぱいありましたよ。というところで、いや分隊慣れしてるところやっぱりうまいねというところでした。はい、一緒にね戦ってくれた方、サンジのパパさん、ひまわりさん、あとはラディさんに、あとソウさんに、あとシンシンさんね、ということで、今回ね、久々の分隊戦でしたけれども、一緒に戦ってくれてありがとうございました。でこの後ギブアウェイウィナーのおまけ動画ついてます、ちょっと尺が長くなりましたけれど最後までお付き合いください。はい、それではいきます、よろしく、どうぞ。おはようございます、こんばんは、ワディオです。さあ今日もボールロボット皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はギブアウェイのウィナーの日ですね。抽選動画を撮っていきたいと思いますね。今回のプレゼント商品、チェンテン、チェンチェンどう発音するかちょっとよくわかんないですけどね、あのトンボ、中国でトンボという意味らしいですけれども、この新しいドローンを3名の方にプレゼント、そういう企画になってます。まあね、強いかって聞かれるとあんまり強くないよこのドローン。足が止まっ
ったら火力が増すにしてもさ、たかだか知れてるのでいまいち感はもう満載ですね。とはいえまあね、あのこのトンボもビリビリ君攻撃をするんじゃねえのかな、 100m のさあれなので、まあ近く寄ればねそこそこの攻撃火力は出るみたいなんですけど、まあ使った感触としてはやっぱね、シェンロンにはこの子よりもホワイトアウト目玉の親父か、まあサプレッションが入るシーカーがいいかなとやっぱ思いますね。なんかこういまいち感あります。ということで、まあ3名しか当たらないけれど、まあこれがもう当たったとしてどれぐらいこいいのかって言われると微妙だねという形なんですが、まあ3名引いていきたいと思いますね。今回の、エントリー総数結構 あったね、218、割と3名しか当たんないんだけど割とエントリー数ありました、218ですね。はい、皆さんありがとうございます。で今回のキーワード、今回のキーワードは侍ということで、なってます。侍ですね、まあ戦国の武将がトンボを、こよなく愛したということで、今回はねトンボにちなんで侍とさせていただきましたんで、抽選してってね、侍というキーワードがあれば、当選確定という形になります。それではね早速ですけれども引いていきたいと思いますね。じゃあ一人目いくぞ、せーのカモン。さあ誰か来るよ、よいしょ、来た侍、勝ち虫勉強になります、ありがとうございます。プロスランドさんかな、侍しっかり書いてありますんでね、あ当たりました。このワンゴかわいいね、いいね、ミックス犬だと思うんだよねこの子、なんだっけ、ダックスとなんかのミックスだよね、かわいいね、ありがとう。プロさんのスランドさんね、サムライ書いてありますんで、この、なんだっけ、チェンテン、こいつを、送らせていただきますので有効活用ください。おめでとうございました。さあ3人しかいないのでさっさと行くぞ、せーの次行くぞ、せーのカモン、ドンと来ない、ドンと来たね、あサムライって書いてあるね、 OK、 マンドウさんかな、1994さんね、1994年に生まれたのかな、もうちょっと細かいところ分かんないですけどね、まあ、しっかりねサムライって書いてありますんでね、当たりました、このトンボくんね、トンボを送らせていただきますので有効活用ください、おめでとうございました。さあもう3人しかいないからさ次終わりだよ218もさエントリーしてくれたのに申し訳ないねじゃあラスト幸運をつかむのは誰かね、さあ行くぞ、せーのカモン、よいしょ来た、サムライお願いします、来たねユーザー君、コーさんって書いてちょっとねユーザー名ちょっとわからないですけどしっかりサムライって書いてありますのでね、チェンテン当たりましたんで、一機送らせていただきます、有効活用ください、おめでとうございました。ということで、3名しかね今回ね枠がないので以上となりますね。改めまして、プロスランドさんとアーマンドゥ1994さん、そしてコウさんかなユーザーさんね、以上3名、のチェーン店送らせていただきますので、有効活用ください、おめでとうございました。ということで今日のギブアウェイは以上となります。今週末のギブアウェイ何が来るかちょっと分かんないですけれど、またね今回当たった人、当たらなかった人、これまでエントリーしたこしてきたけど当たったことない人、ねそれにめげずにねエントリーしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。